クリスマスイブだけどね、関係ないですけど、仏教国に行きますからね。行ってきます。声を聞かせておくれよ。パクチー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 。ピッキンヌ。で、ピッキンヌっていうのはあのちっちゃな唐辛子です。激辛です。一番辛いです。ガッ。キレイ。キレイ。パサイプン、ไม่ใช่ภาษาไทยนะ。キレイ、ภาษาญี่ปุ่นนะ。ไม่ใช่คิเลภาษาไทยคิเลคิเลภาษาไทยนี่ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้ถ้าภาษาญี่ปุ่นนี่สวยคิเลคิเลนี่ไฟลุกแรงนึงเลยพี่แกระวังนะเก่ง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 โอ้โหดี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 ครับครับโเสียใจตอนนี้น้ำหนักเพิ่มไปหน่อยโดดไม่ขึ้น朝の様子です。朝6時ぐらいです。非常にこうタイ人はこう朝起きるのが早いです。我々あの7時ぐらいに起きるなって言いましたら、朝寝坊ですねみたいなこと言われちゃいまして、であの学校に出かける時間も非常に早いです。子どもたちこのようなもう暗いうちから、乗り合いトラックなどに乗って学校の方に出かけます。我々もこういう小さいトラック乗り合いトラックに乗ってバスの駅まで行きます。朝8時それから夕方の6時になりますと、このようにあの国歌が流れます。で駅だとかいう公共の場では、まあ、市民はですねこのように立ち上がって、国歌が終わるまでこの状態でいるという感じです。これ途中で食べた帰りの途中で食べたあのラーメンです。ビルマではラーメンのことをカウソイって言いますけど、それに似たような発音でカウソイって言います。で我々はこのチェンマイの北部の山岳地帯からこのあと、東の果てのウボンラチャターニっていう、遠くに離れたところまで一気に移動します。で長距離バスの中が大変でした。Park ให้เจ้าไปช่วยดูแลน้องข้าฝากดูแลพ่อแม่ที่แก่เจ้ารักでここはあの有料のお祭りの会場です。
1人10バーツ、大人10バーツで、川を見て、で、まあ一息ついた後に学校へ向かいます。もうすでにあの先生、あの生徒たち来てます、児童たち。バッカッカッカ空の雲、みんなのお顔も真っ赤っか、ギンギンギラギラ日が沈む。まあ、井ノ口氏がこのようにですね歌を歌ったんで、タイ人のね人たちの方も何か歌を歌いましょうということになったんですけど、子供たちはもう恥ずかしがってね逃げちゃいます。まあなんとか先生たちがねなだめてすかして一曲歌ってくれます。เพลงนี้ขอมอบให้แก่คุณครูทั้งสองท่านนะที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนะครับหนึ่งสองสามวันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกันวันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกันยินดียินดียินดีえ、向こうに見える本棚がある部屋はパイブンさんの仕事場ですね。ああ今日は12月の30日だ。僕はちょっと風邪をひいたようです。お茶さんはお腹が爆発してます。マイガン、マイガン、オッケー。Chuai atibai. No, I sold my gun in BE 2521. Why do you want this gun? Pongkan, pongkan. Pongkan? Pongkan khomoi. If the thief entry yes, into yes. my house. Strange I, man. Oh. Pongkan. จะเฉพาะพวกข้าราชการพอได้เช่นอาจารย์ตำรวจมีได้แต่คนอื่นไม่ได้ถ้าคนอื่นมีเขาก็จับจับจับรู้สึกถ้าคนเสียจับเตะห้ามห้ามพกพาห้ามเอาไปห้ามถือไปเราห้ามถือไปทุกที่ถือไปไม่ได้อยู่ที่บ้านได้เออこういうムアイタイの型っていうのがあるそうで1から12ぐらいまであるみたいです。寒かったっす。はい、どうも。なんかわけのわかんない駅についちゃったし。アパイブンさんの家から、乗り合いトラックに乗って最寄りの駅に来ました。夜になると本当にもう表通りずらーっと屋台が並びます。ここはあの伊山東北地方で特にあのタイルの中でも辛い料理が多いと言われるところだけあって、これはあのパッタイっていう台風の焼きそばなんですけど、これ一つとっても非常に辛いです。見ていただくと分かりますように、もうちょっとすごい量の唐辛子使います。実際食べてみると辛いことは辛いんですけど、見た目ほど辛さを感じないっていうのが不思議ですね。これ同じことを日本でやるととてもじゃないけど辛すぎて食べれないんですけど、やっぱり体が環境で慣れてしまうというか、まあそういったところがあるんじゃないかと思います。実際あまり唐辛子の入ってない、あまり辛くないパッタイっていうのも食べたんですけど、やはりちょっとなんか足りないなっていう感じで、この唐辛子っていうのはやっぱりいいですね。
一応通じたんですね、やっぱりね。お姉さんに英語でどういうのかって聞いてきたみたいですね。この日の晩のここはイサン料理の中でも特に辛い料理というか、もう本格的イサン料理店という感じのところで、もう取り揃えてある料理すべてが辛いです。これもう本当に唐辛子の中にもつが あるという感じで、もう味もへったくれもないっていう感じで、美味しいかどうか分かんないって感じです。いいですよこれ、すごい辛すぎる、すごい辛い、すごい辛い、うまっすね、これうまっすか、これが盛り上がっちゃう、盛り上がっちゃう、本格的なイサン料理ですね、これ、ね、甘いっす、なんかすごい、これコーヒーなんですけどね、いくらですかそれ、3バーツ、3バーツ、安いですね、面白いですね。最初私ストローが隠れ、こんな隠れてて、こうやって飲んでたら怒られましたね、ストローで飲めって出されましたから、甘いです、甘いです、どうも。オリエンっていうのはアイスコーヒーのことですね。中国式の言い方です。で、これは焼き鳥ですね。中にキャベツなどの野菜が入ってます。มันง่ายเกินไปยังไม่เข้าใจตัวเองหัวใจก็มีแค่เพียงสี่ห้องไม่วายเดือดร้อนรุมเร้าทุกคราวทุกใจสี่ห้องดวงใจหลายคนเบียดเสียดข้างในที่ยังไม่แน่นเกินไปยังเหลือเพื่อไว้ที่หนึ่งไม่ใช่คุณแผนไอเรื่องเจ้าชู้ไม่ได้ตั้งใจมันเกิดมาเองทุกคราวครั้งไปนี่ต้องเห็นใจกันบ้างนะครับแต่เรื่องความรักอรัญญาปราเตทに到着です。まずこのอรัญญาปราเตทにこう到着して、まず目につくのがこの改造バイクですね。だいたいどこでもこうトゥクトゥクが走ってるんですけど、ここではこのトゥクトゥクの代わりに、この改造バイクが走ってます。非常に面白いところに、ギアがあります。どこですか？アランヤプラテイトです。そして向こうがホイペット、カンボジアです。あの線路に変化が見られますね。そうですね、新しく作り直されてますね。やはり将来のカンボジアとの貿易の拠点となるということで建設されているようです。ずいぶん綺麗に、なんかカンボジアの方まで、綺麗にこう舗装される、直されるのはいつぐらいですか？いや1ヶ月ごとがさっきの女性は言ってた。
ดหน่อยขอพักก่อนมีแรงเมื่อไรจะลองรักใหม่ก็ใจยังเหงาคล้ายๆตัวเองไม่มีเรี่ยวแรงแบ่งใจให้เขาคนแล้วคนเล่ายังคงเหมือนเก่าที่ความรักเราโดนลืมアランヤプラテートでの、バンメスです。トムヤム君、トムヤム君には2種類ありまして、ココナッツ入りがありますけど、これはそうじゃありません。ココナッツ入りの方がコクがあって美味しいです。これはなんていうか甘そうなお菓子ですね。パイナップルだけじゃなくていろんなゼリー状のものだとか、パパイヤとか、いろいろあります。じゃあどうしよう、ね、とりあえずこれいってみますか。甘そうだからね。あとこれもいってみますか。これもいってみますか。色がすごいから。2つ、そうそう、1つ、そう、まあ、それは食ってみましょう。タオライ5バーツ、甘い。でもなんていうか、パイナップルの燻製をなんていうか、こう柔らかくしたっていう感じ。今ピンクのを食いますか。まあ、味ないっていうか、この上のこの味がついちゃってるって感じですね。これが我々が泊まったランガーデンホテルです。見ての通りの華僑経営です。でこれから我々カンボジアに向かうわけです。で国境地帯行きの乗り合いトラックの乗り場は近くの市場です。このようなトラック、アランヤプラテートの中心街からしょっちゅう出ています。カンボジアとタイの国境のマーケットに行きます。行き先は国境地帯、中心街からだいたい15分ぐらいのところにあります。このトラック料金は1人5バーツ。この時はだいたい20人ぐらい乗ってました。で乗客のほとんどが女性です。そのほとんどがこの国境地帯にある、市場に買い物に行く人たちです。で、カンボジア和平が結ばれたわけですけれども、和平が結ばれるかなり前からこうしたカンボジアとタイとの交流というのは行われていたみたいです。まもなく国境地帯に到着です。まずこの国境の市場について目につくのはこの広大な駐車場です。車がかなりたくさん止まっています。で今やここはタイ人にとっての買い物ツアーの観光地というふうになっているみたいです。親子連れの観光客たくさん来ていました。あ、本当コオロギじゃん。これ何ですか、ゲンゴロウ。ゲンゴロウみたいなのでね、美味しいんだって。それがうまい。ありがとうね。食べてみましょうか。チミチミ。あ、ロンチムドゥダイマイ。ダイダイ。で、ダイになって。さあ、イノクチ食べた。イノクチ食べました。ここではコオロギとオケラとそれからゲンゴロウみたいなものを燻製にしたような感じで売ってます。イサンではまあいろんなものを食べると言われますが、なんか、スルメっていう、スルメ？コオロギ今食べたのオケラだよね。オケラです。スルメのなんかちょっと臭みをやったって感じですか、ね。味は何味？塩味ですね。塩味。これも？金麺面、麺面面、オリオ。あ、顔見て、顔見てって感じ。いや、金取って。だから僕は食べれませんから。そんな。二つ。二
もう一口。ペットのノート。もう一口。ゴーゴー。おお、美味しい。美味しい？食べてみようかな。じゃあ、でも後から変な味がしてきたぞ。なんていうか、でも絵の具を食ってるような味になりましたね。最初美味しかったんですけど。そのまま食べるんですかね。ご飯につけるお酒のおつまみですかね。金カプアライ。うん、これで食べるんだって。え、別に特に何かと一緒に食べるわけじゃなくて、うん、なんかこれが美味しいとか言った。あ、そうか、卵が入ってるからそれじゃないんだ。おばさんは美味しい美味しいとしきりに言ってますね。美味しいですか？さっきのやつと味は違いますか？まあ味はあるっていうやばいね。アロイ、アロイ、アロイ。アロイと言うしかない。苦味があるって、オケラが一番美味しかったですね。さあ、いよいよカンボジアです。で、原則としては外国人の立ち入りは一切禁止です。しかし奥さんがタイ人であったり旦那さんがタイ人であったりすれば、あ、まあ、それなりに入国できるというのが実情のようです。しかしその場合でもタイ語が話せるというのが最低条件です。ここで活躍しているのはこのリアカーを改造した人力車です。女性もこれの担い手なんですね。で、カンボジアから買い物をして、帰ってくる人々非常にたくさんいます。で、こうした人の流れが和平を感じさせるわけなんですけども、その一方で、こうしたカンボジア人の子どもたち、難民というふうに認定されなかったがために、こうした、まあ、流民のような生活をせざるを得ない子たちもたくさんいるわけです。こうした線路の修復も和平の表れの一つなんですけども、その一方で、この辺りに、たくさん存在している地雷の撤去、これはほとんどまだ進んでいません。したがってこの辺りはまだ危険地帯です。จากเขาทะมึนหล่อเลี้ยงผู้คนในแท่งก่อนอย่างนี้เราจึงมาร้องเพลงคนร้องบรรเลงเสียงเพลงจากใจเมืองนั้นมีความสิ่งที่ไหนตรงไหนเนี่ยญี่ปุ่นโน่โน่โน่いよいよ国境を越えました。この時お世話になったのがルーチーさんの友人です。で、最初そのルチーさんの友人と一緒に入ろうとしたんですけども、見事に追い払われてしまいまして、でそこでまあその後、まあ、なんとか入れないかってことで、そしたら、そのルチーさんの友人が話の分かるイミグレーションの人を連れてきてくれました。でせっかく苦労して入ったんですけども、この後すぐに8ミリビデオを下に落としてしまいまして、ご覧の通りの画像になってしまいます。お酒がずらっと並んでいるわけですけども、このポイペトの市場がなぜこんなに賑わっているかというと、このお酒のほか、タバコや時計などの貴金属類、こういったものが関税なしに、関税かけられずに売られているからです。でこの丸ボロにしても1箱10バーツ、1カートンにして50バーツ、250円と大変に安いわけですね。でここに見える、魚の干物にしても非常に安く売られています。したがってタイの おばさんたちなんかがこれを買いに来て、でそれをタイの市場で、転売するというような感じで買い物に来ます。
ここは市場から少し離れたところにある村落です。カンボジアの国境地帯にはいくつかの難民キャンプがあるわけですが、ここに住んでいる人たちはその難民キャンプに入ることができなかった人たち、つまり難民に認定されなかった人たちなんです。で、暮らしぶりを見てみますと難民キャンプの人たちよりもはるかに悪い状態です。で、この小屋のようなものはお寺です。で、もともとはちゃんとしたお寺がここにあったわけなんですが、内戦により破壊され全く修復されていません。で、外にはもともとあった寺院の残骸などがわずかに残されているのみです。で、ここには 6,7 人のお坊さんたちがいました。で、これはシアヌーク殿下の写真が飾ってあり、カンボジア和平の現れなんですが、この寺も周りの村落同様非常に厳しい状況です。で、ここにいる2層の方が我々に状況のひどさっていうのを訴えかけてきたんですけども、我々としてはとりあえず何もできない。この村落の状況の厳しさというのは、ここが難民キャンプではないということです。つまり難民キャンプなら援助物資が送られてきますが、ここにはそういったものは届きません。確かに援助物資が市場に流れるということはあります。しかしそれを買うのはそれなりの人々に限られており、段ボールを壁にした小屋とも言い難いようなところに住んでいる人たちの手に果たして届くでしょうか。私はこの市場で貴金属店の姉妹と話をしました。大変陽気な女性でした。名前を尋ねると少し困ったような顔をして、そして名前は2つあると答えました。1つはタイ名で、もう1つはカンボジア名です。彼女は大変流暢な、タイ語を話すので、タイ人ですかと尋ねると、私はそうだが妹はカンボジア人だと答えました。つまり姉妹が別々の国に分かれて住んでいるんです。陽気に私の質問に答える彼女たちの笑顔の裏にあるものは一体何なんでしょうか。彼女たちはここで国境貿易に携わり、陽気に微笑み、そしてしたたかに生きています。カンボジア和平は政治的には結ばれました。しかし問題は山積したままです。この後私たちはバンコク行きの列車に乗り、こうして我々の旅も終わりを迎えます。
ื่อมาทักทายเธอลืมฉันได้